せ木村遅刻するだろうなと思ってるから全然大丈夫です、はい、ボディの3倍のラメが入ってる。あ、なんか聞いた聞いた、それ前聞いたぞ。 PG ってもう廃盤だって。そうだよね。でもいいよね、開けないと分からないっていうのがまたポイント高い。車の中の、綺麗さは実際その人の家の、綺麗さにつながってる。女子自動車部愛車紹介のコーナーです。はい、やってまいりました。始まりました。ひろきさん、やってまいりましたね。ひろきさん、なんか身に覚えがある。身に覚えがありますよ、この車。超身に覚えがあるんだけど。身に覚えがありますね、はい。就活終わったの？あ、就活は無事終わりました。あ、無事終わった。あ、よかったよかった、無事に合格で。はい、あ、よかった、決まりました。はい、改めてね、自己紹介をまずはお願いします、はい。芝浦工業大学工学部機械工学科4年の木村です。はい、木村さん。はい、木村さんです。よろしくお願いします。もうこのシルビア見ただけでわかるよね。わかりますね、うん、あ、来たわ、はい、木村みたいな、はい、今日もね、ちょっと遅刻したのは内緒です。いや、内緒にしなくても毎回遅刻してるから、どうせ木村遅刻するだろうなと思ってるから全然大丈夫です。はい、はい、ということで、はい、車の方に行きましょう。はい、S13、はい、さあ今回何帰ってきたの？エアロバンパーを変えてきました、ね、そうだよね。なんか前バリバリだったけど、前は張り出しエアロだったんですけど、おうおうおう、純正バンパーにしてちょっと車高を下げましたね。あ、これ下がってんの？なんか 4.5 センチ昨日下げてきました。 4.5 センチ、前がだいぶ上がってたってこと？あれ、そんな高かったっけ？エアロで そんな隠れてたんか。そうなんですよ。なるほどね。ちょっと純正にして車高を下げました、ね、おー、いいっすね。一周回りました。一周回っ て、めっちゃ綺麗になってるし、めっちゃ、そうですね。よいしょ、うわー、ピンク、ピンク、汚い汚いですね。大丈夫です。はい、前回も見てるんで汚いのはやめてあげてください。あ、はい、電車してきたんですけど。あ、だね、まあね、はい、内側はだから部屋の中はこんな感じ。あ、そうですね、部屋の中は。あ、そんな感じ。そんな感じ。まあ、だいたい車の中の、綺麗さは実際その人の家の、綺麗さにつながってるんで分かりやすいですよ、これは。木村さんの家は綺麗か汚いかすぐ分かりますからね。カメラマン拡大しない。側は綺麗でしょ、側は。あ、側は綺麗。これピンクこだわってるんだよね、前も聞いてたけど。そうですね、かわいい。そうそう、かわいい系で。でもいいよね、開けないと分からないっていうのがまたポイント高い。そう、走行会とかで、うんうんうん、見たら、あれピンクじゃんみたいな。ピンクじゃん、そんな感じ。あ、ピンクじゃん、かわいいね。いや、なるほどね。映えるじゃないですか、その側が黒なんで。ああ、確かにね、確かに確かに。へえ、これチューニングって何やってるんでしたっけ？はほぼ何もやってないですね。 あと吸気と、うん、あとこれパイプもこれ純正は作ってもらいました。あ、作ったんだ。へえ、なんか今ちょっとオイリーだったけど。まあまあ、そういう車なんで。そういう車なんで。そういう車なんで。なるほど。不具合しかないですね。ああ、なるほどね。じゃあインタークーラーをパイプか、これは。そうです。全部これ自分で作って。ショップの人に。へえ、すごいね。ヘッドカバーもね、このボディ色と合わせて。ここが、あのボディの3倍のラメが入ってる。ああ、なんか聞いた聞いた、それ前聞いたぞ。そうだ、言ってた、このラメが。3倍入ってるっていう。そう。これポイント高いっすよ。ポイント高いです。そう。すごいラメめちゃくちゃ入ってこだわってるところもあり、錆びついてるアッパーマウントがありっていうね、これ素晴らしい、このギャップがね、まあ、ここを見るだけでこう分かりますから、全てが超手込んでるとこと全く何も手をかけてない箇所のこのね、ギャップがすごい。いじりますね、今日ね。今日いじりますね、ヒロキさん。いじるでしょ、だってこの何回さ、はい、寝坊してきてんのよってね。ごめんなさい。大丈夫です。大体分かってきました、木村さんのこのキャラの面白さをどうやって引き出すのか。そうですね、基本的に音ボケなんで。もう音ボケなんですか？ボケっとしてますから、基本的にいじってあげないと。そうは、前回よりちょっと荷物乗ってて汚いです。これポイント高いですよ。前も言ったけど、これは何ですか？いや、これはもともと SPG が入ってるんですけど、そう、ボロボロだから。おうおうおう、そう、ボロボロだから、これ以上あんま開かないように、そう、布団をかけてるっていうしてたんですけど、もう結構やばいですね。結構大きいです。だってここももうね、はい、クッションどころか FRP がむき出しになって、ね、SPG だからちょっとなんかエモいなと思ってずっとつけて。ああ、確かにね、 SPG ってもう廃盤だっけ？そうですね、そうだよね、買えないもんね。まあ、13だし、確かに合うかなと思って。確かに確かに。へえ、これ自分で裁縫とかさ、こう女子力見せるチャンスじゃない？女子力はないないです、ね、ああ、そっか、すいません。
でロールバーも入って、これロールバー綺麗だもんね。塗ってもらいました。そうだよね、全部後ろに塗ってもらって。うんうんうん。これ何馬力出てるんですか。200も出てないと思う。あ、200出てないんだ。多分めちゃめちゃ遅いです。でも普通にドリフトはできる。まあまあ、でも多分みんなと比べると遅いと思いますよ。ワンジェとかと比べると遅いですけど、まあまあできます。200馬力でも全然ドリフトできちゃうんですね。そうですね、すごいな。まあ、どうしてもね、あの最近ね、 D1 車両を、ね、ハイパー化してますからね。いやいや、そういうイメージありますけれども。そうそう、なんかドリフトのイメージってなんか普通に走るよりもめっちゃお金かかる印象があるんだけど、実際どうなんですか。実際結構きつきつですね。あ、結構きつい。タイヤもタイヤいっぱい使うし。確かに確かに。1セット丸々使っちゃうんですか、だいたい1回の走行会で。でも私は全然使えない方の人なんで。あ、そうですか。減らないですけど。でも今こっちはツルツルです。ツンツル点ですね、確かにね。これ何のタイヤ。グラグミして、おグラグミしてこんな感じで、まあ綺麗に使えてるかなと思って、ね、確かに、なんかスリックタイヤになってます、はい、へえ、すごい、まあ、S13、俺も一時期欲しかった時代ありましたけど、その時まだ10万とかだったん で、うん、でただ不動のシルビア買うって言われて10万だったけど、でもちょっと直すの時間かかるからっていうんで断ったんですけど、ね、はい、今思えば1台持っとけばよかったな、はい、めちゃめちゃ高くなってます、ね、そう、今高いですよね。そう、超高いんで、はい、ということで他にありますか、なんかこだわりポイント。こだわりポイント、最近入ったのヤシオファクトリーのおかちゃウォーターテンプを入れたぐらいですかね。何それ。なんかあの水温とか、 なんか見れるやつを入れたぐらいですかね。まあ確かに水温上がりやすいもんね、ドリフトやってるとね。いや、今純正のラジエーターなんでめちゃめちゃ上がりますね。 2,3 周しちゃうともうずっとなっちゃってます。サーモーとかもノーマル、一層ラジエーターなんだ、はい、それは確かにきついわ。そろそろ入れないとな。うん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 、はい、ということで今回も紹介していただきましたけども、まあ、前回とほぼ変わらず、まあ、ちょっと側が綺麗になったかな程度ではございますが、これ次回のアップデート楽しみですね。次回のアップデートもなんかやばいことになってんじゃん。これ次回のアップデートしたら多分ね、撮ってくれ撮ってくれって多分言う。あ、確かに確かに、言ってくれると思うので、はいはいはい、アップデートしたら毎回お願いします。あ、了解しました。やばいな、なんか木村のなんかボロいシルビアコーナーになってしまうんですけど。いや、ボロくないですよ。今回は綺麗だった、はい、あ、でもね、なんかこういうところにまだこう残ってるよね、あのボロさを、ちょっと片鱗が残ってますけども、まあまあどんどんこれで綺麗になってって、最後はバチバチ決まってる、バチバチにバチバチに決まってる、最後800馬力ぐらいになってやりすぎですね、やりすぎですね。いや、でもやりますよ、木村だったら。 2J とかのシルビア、そうそうそう、2JZ。 いや、楽しみということで、まあ今回は芝浦工大の木村さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。車のことならアヘッドモーターサービス。あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。